バールムは、ノルウェーのアーケシフース県にある基礎自治体。行政の中心地は、サンドビーカ町である。1838年1月1日に新設された、オスロの西の郊外にあたる。住民一人あたりの所得と大卒の割合が、全国で最も高い。市東部のオスロと接する地区は、国内有数の高級住宅街で、文化人の地という固定観念が根付いている。 ガバナンスと公共サービスの観点から、ノルウェーで最も住みよい町に選ばれたこともある。コノルド語のバーハイムアに由来する。はじめのベルクは山、ヘイマーは農家という意味で、コルソース産のふもとの農家を指すと見られている。コノルド語の時代、現在のバールムはバーハイムア教区という意味で、バーハイムシャットと呼ばれた。現在の紋章は年月日に、 制定されたもので、緑にシルバーの石灰葉が描かれている。中世から1800年頃まで、石灰生産は重要な地場産業であった。市内では、今も、このような窯が何箇所か見られる。今日、バールムと呼ばれるあたりは、古来から肥沃な農地で、鉄器時代の遺物も発見されている。1200年頃のスベレシュグルツ村の佐賀に、初めてバールムの名が見える。 ハスルムとタヌムには12世紀の石造りの教会の廃墟が残る。オスロのホルメン公連からバールムを望む1030年から、この地はトロンハイムへ向かう巡礼の要衝になった。石灰洋の存在は850年にすでに確認でき、ステペンデントサンドビーカの港から石灰が輸出された。17世紀には鉄鉱石が発見された。 数点の鉄製品がバールムスベルクから見つかっている。ルュサケル川とサンドビク川流域では製紙釘、製材、ガラス細工レンガ作りなどが起こった。農業も全域で展開され、今でも当時の果樹園などを目の当たりにできる。ヨハン・フレドリック・エケシュベルムが創立した市内の芸術学校からは数多くの芸術家が巣立っていった。20世紀の半ばから、 市内では農地の宅地化が進んだ。現在、市内の宅地面積は64平方キロメートルに及ぶ一方、農地は17平方キロメートル近くに過ぎない。2010年、その年のユーロビジョンソングコンテストが市内で開催された。オスロフィオルドに望む海岸線は岩がちで、北部と東部の丘陵には森林が広がる。コルソースさんが 自然の中核をなすが、市は人里は慣れたロンメダーレンダニオも管轄している。デュサケール川、サンドビク川、ロンマ川、オーベルランド川の4つの河川と数多くの故障がある。市の花はアネモネラヌンクロイです。地質学上はオスロ地方にあたり、コルソース山では必死長石半岸が見られる。市の総面積の3分の2近くを占める森林は、スキー。 ハイキング、釣りなどの屋外アクティビティの機会を提供する。これは、マルカの一部と考えられ、バールムスマルカやベストマルカクロークス高原などに分かれている。最高峰は、標高552メートルのビドバング諸以だ。最大の湖は0.42平方キロメートルのストビバトネトである。ノルウェーやシャトル本社1950年代に建設された工業団地には小売り。 エンジニアリング、公共サービスなどのサービス業が入居する。市の税収はオスロのベッドタウンという、その立地に大部分を依存している。市内には国内で最も渋滞しやすい E18 と E16 の各欧州自動車道路と鉄道が一路線通る。E18 号沿線では、ルュサケール地域を中心に最近数十年オフィスビルの開発が続いており、 オスロ中心部の負荷の削減に一役買っている。スカンジナビア航空は市内のフォルネブに事務所を置く。ビデロー航空も市内に何カ所かオフィスを展開している。フォルネブにはノルウェーやシャトル本社もある。フォルネブにあるスカンジナビア航空ノルウェーとビデロー航空の事務所、フォルネブ空港にはチャーター航空機のパートネアの本社が入居している。かつては BGB 航空やブラーテンズ SAS、ブラーテンズも敷地内に本社を置いた。ノルウェーやシャトルは2010年、この元ブラーテンズのオフィスを購入した。市の総人口の推移2009年の時点で、バールムの人口密度は全国の市の中で5番目に高い。住宅地は E18 号沿いにオスロまで、ほとんど途切れなく続き、一つのコナベーションを形成している。 住民一人当たりの収入は37万800ノルウェークローネで、国内平均の26万2800ノルウェークローネと、比べかなり高い。住民の教育レベルもトップクラスである。行政上、バーール虫は22地区に分けられる。人口は2005年1月1日時点のものである。市内を本拠地とするスポーツクラブに、 サッカー国内一部のスターベクイフやバンディ国内一部のホビックイフとスタバクイフがある。本節の出展はありがとうございます。